はい、おはようございます、ラスカルでございます。本日ですね、久しぶりにラーメン思想さんにお邪魔しております。柏にございますね。かなりね、 YouTube の方でも賑わってましたし、知ってる方も多いと思うんですが、暑いね先日ですね、師匠さんのお子様が生まれたということで、うちもね、家族ぐるみで仲良くさせていただいておりますので、出産祝いを持ってきつつ、本日はですね、うちの妻と一緒に師匠さんのね、ラーメンを食べに参りました妻の方にはもうすでに麻婆麺届いておりますので、感想いただこうかなと思います。しずる感がすげえな今ね、ちょっと食べておりますがめちゃくちゃ熱いよね、うん、うまい、美味しい、美味しいです。だいぶ喜んでおります。大絶賛麻婆麺しておりますんで、僕のね、ラーメンも到着するまでね、もう少々待ちたいと思いますということで、例えばですね、1杯目のセット到着いたしました。まずね、1杯目いただきますのはこちら、中華そばですね。で、このね、中華そばの付け合わせにいただきますのが、まだね、あの研究中、試作段階らしいのですが、オムライスやばいですね。では早速ね、ちょっと伸びる前に出来たてをいただきたいと思います。いただきます。このセット、町中華を思い出すというか、これでいいんだよっていう最高のセットだよねうわ、いいね。うん、あ、マジで中華そば、まごうことなき中華そばですね。あのオムライスがね、いい、絶対合いますよね。これオムライス行く前に麺もね、行かせていただいて、うん、ああ、なんか本当にね、なんて言ったらいいんだろうな、美味しいじゃなくてうまいのラーメンなんだよね。これスープの出汁感は強くないの、こう添える程度で、ね、醤油の感じと油の感じでこう食わせるっていう、なんだろう、懐かしい中華そばなのよねちょっとこれオムライスうまそう、これこれ、うわ、このケチャップ加減もいいなよっ、うわ、いただきます。あうわ、いいわ、これうんめ、うん、これですね、これしたことない感じでなってます。そう、あの、すごすぎない感じいいですね。洋食ってよりかは中華のオムライスになってるんですよねちょっとこのガサツな感じいいですねうん、この一緒のレンゲでいっちゃう感じがいいですね。このケチャップちょっとついてたのも溶きながら、これがいいですねうん、うわ、実はあの僕もね、その市長のオーナーさんとも普段からうまずいお店を探すって旅を結構してて、うますぎないんだけどうまいみたいな、それが癖になるみたいな料理が2人とも好きで、そういうね、研究をよくしに行くんですけど、マジでこのセットはそのね、うまずいを体現したかのようなこれいいっすね。うん、うん、もう完成品ですね、これ完璧にうまいですね。うん、うまっ、うまっ、わあ、うん、まっ、うん、うん、次は具材もほぼ完食、あんも綺麗にうん、うん、うまっ。師匠さん家といえば麻婆麺が有名ですけど、この中華そばもものすごくうまいので、ぜひね、皆様もこれ食べてみてください。ごちそうさまです。ということで、本日のね、2巡目
というか3品目4品目かになるんですが、こちらがね麻婆麺となっておりまして、皆さんねきっとツイッターとかでもね見たことある人いっぱいいらっしゃると思います。これはねめっちゃうまいです。めっちゃうまいってでも普通のめっちゃうまいですね。わかるかな、伝わるかな。一緒にチャーハンもいただきましたんで早速ねいただきます。見た目がねめちゃくちゃ特別なんだけど、味はね特別じゃない良さがあるんですよ。なん伝わるかな。いやもう小ファンだったら全員に伝わる表現だと思うんですけどこれ。うわこの感じっすよ。これあん見えるかな、うまそうでしょ。いただきます。うん、あっちうん、まいいな。うん、うまい。うまい。そうなんだな、これ何味って形容しがたいですね。ちょっと麺引き上げちゃいますか。思った、よいしょ。いやこれっすよ、この麺。いただきます。あ、うまい。うめえ。僕の動画とかね、まあ、みんなの動画を見て師匠さん来たいって方いっぱいいらっしゃると思うんですよ。で実際にね来てくれる方もいっぱいいらっしゃると思うんですけど、めちゃくちゃハードル上げてくると違うんですよ。なんていうのかな、もし遠方だとしても近所の中華料理屋さんでうまい飯を食いに行くみたいな感覚で来てくれるとバッチッと当てはまるようなお店なんで、そういうねこのハードルでぜひ来てほしいですね。僕も何回か食べてますけど本当に癖になるんですよ。なんか本当にそういう味、何味とかじゃないのよ、癖になる味なのよ。こちらのね、チャーハンもいっちゃいますか。チャーハンこんな感じでございます。いいね、炒め具合がちょうどいいよ。いただきます。うん、うん、うまっ。うん、何がいいってめちゃくちゃ塩分効いてないのよ。だからそのラーメンと一緒に食うのがベスト。ちょっとねこの辺りでチャーハンをこれ汁にこうつけて、うわよくないことしてるわこれ。いただきます。師匠さんちのこのラーメン系とかってこう出汁系がやっぱ効きすぎてないので、上にかけるってよりかはもうドボンにした方が、もうひたひたにしたぐらいの方がめちゃくちゃ合いますね。でも出汁はいるんだよな。ひっそり鶏ガラがこう支えてんのよ、こうグッとこうすごい鶏がこうこう麻婆の下にこういるんだよね。うん、ああうまい。またこれスープつけた時にあの紅の風味がものすごい合うわ。ミルティーでございますね。最近やっぱこう流行ってるのもあるんで、いわゆる創作中華みたいな町中華ももちろんうまいと思うんですけど、こういう古の町中華がやっぱうまいっすよね。大したことなくていいっすよね。うん、大したことなくていいっすね。うん、動画だとね、いろいろと動画内でね食レポしてますけど、これ系がね一番難しい。でレポートするのがなんかあの感覚的な美味しさなんで、ちょっとね一回ぜひ皆さんにも食いに来てほしいですね。うん、
ということで、ただいまね、ラーメン2杯、ご飯物にいただいてきました。ごちそうさまでした。ありがとうございます。ということで本日はですね、僕の動画でも何度かお世話になっております師匠さんでね、こんだけ美味しいラーメンとご飯もいただいてまいりました。いやマジでうまかった普段の言葉遣いじゃなくなるね地元にいた新井義人の言葉遣いになってしまうほど昔を思い出す最高に懐かしいうまいラーメンとご飯ものでございました。これね、普段動画を見てくださってる皆様はこの店うまいんだと思ってきっとね動画を見てくださってお店行ってくれるとは思うんですが、師匠さんはねそうではなくて本当に地元のあの懐かしい味を食いに行く、そんなような感覚でね食べに来ていただけると150点の点数を叩き出すぐらいもう完璧なものを出してくれますんで、ぜひね皆様もこの美味しい麻婆麺や中華そば、あとはねご飯物ももちろんなんですけれども、今回ねご紹介させていただきましたオムライスも反応次第で製品化されるってことなんで、食べたいなって方はコメント欄にどしどし書いていただけると嬉しいです。それでは次の動画でまたお会いしましょう。じゃあね、あっち。